どうも、ホイップ坊やです。ここで一個、皆様にお知らせがございます。ちょっと久しぶりにですね、僕と二村さんで生配信をちょっとやろうかなと思いまして。来ました。非常にフランクに、まあ1時間ぐらいね、はい、ちょっとやろうじゃないかということで。ありがとうございます。日程が3月28日、うん、日曜日の、夜8時。はい、20時から、まあ1時間ほど軽くやろうじゃないかと。いうことでございます。何かというと、まあね、二村さんの、第三子誕生のお祝いと、はい、そして、新芸名が決まったということで、そちらのね、お祝い生配信を。いやすいません、すいません、ありがとうございます。ね、というのも、紹介したね、皆さんの案でね、はい、これも読みたかったなっていうのとかね、結構あったりするんで、そういうのも紹介しつつ。ね、ひどいのいっぱいありました。ひどいのって言うな。ひどい。みんな真剣に考えてくれたんだよ。もう自分のことだから言います。ひどいのいっぱいあった。そんなことね、リスナーを信頼しないと俺らも信頼できないって。三村さん。そう言ってる自分、立場コロコロ変わってただろ。本編で。はい。なのでね、紹介したかった案もいっぱいあるし、井村さんもね、第三子誕生したし、新芸名も決まったしということで、ちょっとね、皆さんでお祝いしてくれたらなと思います。ありがとうございます。3月28日、日曜日の、夜8時から、こちらの YouTube チャンネルで生配信やろうと思います。はい。お酒を片手にね、ぜひ気軽に、そうですね、見てください。本当に、ライスオンミーが始まってから初めての生配信ということで。そう。こう、リスナーさんといろいろね、まあコメントですけど絡んでいけると、楽しいなと思っておりますので、はい、ぜひ皆さんお付き合いください。はい。うん、ということで、以上、お知らせでございました。はい。